コンレール、コンレールは、かつて、アメリカに存在していた一級鉄道である。正式には、カンサー・アリデイテッド・レール・コーポレーション、すなわち、統合鉄道公社といい、1976年4月1日に、財政的に行き詰まっていた北東の鉄道会社数社を引き継いで設立された、連邦政府が出資するアメリカの鉄道会社である。略称は、 CR、1999年にノンホークサザン、鉄道、N&S、CSX トランスポーテーション、CSX と、コンレールの一部機能を引き継ぐコンレールシェアードアセッツ、オペレーションズ、CSO に、分吸収された。1970年を挟んだ前後数年間、アメリカの鉄道輸送は、急激に崩壊していった。1968年にニューヨークセントラル鉄道、 NYC とペンシルバニア鉄道 PRR が合併し、さらに翌年にはニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道 NH がそこに合併しできた大規模な鉄道会社ペンセントラル鉄道 PC も1970年6月21日に破産を宣言していた。これはアメリカ史上最大の倒産であった。長距離旅客輸送は p c 破綻により 大打撃を被ったため、連邦政府はアムトラックを設立し、対策に当たった。また、PC は、政府援助の元会社構成法の適用を受け、貨物運送に特化した。1973年半ば、地方裁判所裁判官ジョンピー・フラムは、もし PC が10月1日までに、政府の援助を受けられなければ年末までに、すべての操業を停止するか倒産する。 可能性があることを明かした。連邦議会は直ちに PC の国有化法案を提出した。国有化に反対していたアメリカ鉄道協会 AAC は代わりに政府資本の企業体を提案した。1974年までフラムは会社の舵を取った。リチャード・ニクソン大統領が1973年1月2日に広域鉄道再構築法。 リージョナルレールリーロガナゼーションアクトにサイン。この法律は頭文字を取ってサ r ア,アクトと呼ばれ、破産した鉄道に暫定的に資金提供をし、AAC の計画の下でコンベールを形作るというものであった。サンアー r 法により、1974年2月1日、アメリカ鉄道連盟というコンベールを監督する公社が創設された。破綻した。 鉄道会社の不採算路線を廃止することに関しては、そのまま週刊通商委員会より引き継いだ。ニクソンは、3月18日に、カリフォルニア州の保険会社の幹部である、エドワード・ジー・ジョーダンがズらの社長、イースタイ航空のアーサー・ディ・ルイスが4月30日に、会長となり、その他の組織づくりも5月30日までに終わった。リ、6月11日に公表された。 3R 法の下で、ユズラは、コンレールとして、どの路線を残すべきかを決める、最終構成案を構築しなければならなかった。一般の鉄道の経営統合と異なり、引き継がれる路線は指定される。その他の路線は、アムトラックや州政府、交通事業者に売却しなければならなかった。その計画は1975年7月26日に、公表された。残ったのは、 e c と、下記6社から引き継いだ路線である。11月9日には、連邦議会に承認され、翌1976年2月5日、ジェラルド・アル・フォード大統領はこの最終プランを含む、鉄道再生、規制緩和法にサインし、法は成立した。L は1960年に、エリー鉄道とデラウェア・ラッカワナ・アンド・ウェスタン鉄道が、合併してできた鉄道であるが、 他の鉄道よりも財務状況は良かった。そのため、法77条により、1977年4月30日をもって再建されることになっていたが、1975年1月9日、終わりの見えない損失が予想されたことにより、役員たちはコンデールとの統合を再検討し、統合の道を選んだ。最終構成案では、 L の大部分を占めるニュージャージー州北西部から、オハイオの北東をチェシーシステムに売却することにした。しかし、チェシーシステムは、L の労働組合との折り合いがつかず、1976年2月、L の部分購入断念を宣言。ユズラは、フィラデルフィア、ペンシルベニア、ワシントン DC で多くの路線が競合する、デラウェアハドソン鉄道に引き継いでもらおうと急いだ。他方、 ミシガン州はその南部の路線のみをコンレールが引き継ぐ予定にしていた A を全線維持することを決定。ミシガン州は A を購入し、コンレールに運営を委託。数年後、AA はショートラインとして売却された。コンレールは1974年10月25日、デラウェア州で設立された。デラウェア州は法人に有利な州法を持ち、大企業が多く登記する州である。 1976年4月1日に事業開始。サービスを進めることで投資を促し、経営基盤を安定させることを目指した。最初の7年間は、コンレールは、議会からの多大な融資があったにもかかわらず、多大な損失を計上した。コンレールは、1976年から1982年までの期間に、ネットワークの運営で22億ドルの損失が出た、結果、 連邦税カンに莫大な損失があったと公表した。連邦議会は、北東鉄道サービス法、ザノースイーストレールサービスアクトオブ1981、NERSA を作り、政府は、コンデールに対して、修税を免除し、運輸長官には、債務の利子に手を加えるように要請するコデスさん、R 法を改正し、コンデールを、再び援助することとした。 北東鉄道サービス法が施行されてから、コンデールの経営は改善し、1983年から1986年までの間は年間200万ドルから3億1400万ドルの課税所得を計上することができた。もっとも政府の多大な援助は深刻な後廃状態にあった鉄道インフラや車両の整備に向けられた。 それらは破綻した6つの鉄道から引き継いだものであり、路盤、機関車、貨車の疲弊は火に増していった。基本的な経済規制があるため、1日あたり100万ドルの損失を計上し続けた。そこで、経済的な規制の緩和が必要だという認識の下で、コンレールは政府に働きかけ、スタガーズ鉄道法、鉄道輸送改革法とも、ザ・スタガーズレールアクトオブ1980を、 成立させた。この法律は、鉄道輸送に関しての参入、料金、路線の開廃に関する規制や合併に関する規制を撤廃し、鉄道の振興を図るものである。これによって、コンレールをはじめとする鉄道は、料金の引上げや不採算路線の撤廃などによって、利益体質となり、財政面でも強化された。その結果、コンレールは、 サザン鉄道の CEO だったエルスタンリークレーンの主導による経営改革の成果もあり、1981年には黒字に転換した。コンレールは引き継いだ鉄道の通勤列車の運行もしていたが、1981年にの北東鉄道サービス法により、1983年までにボストン・ニューヨーク・ワシントン DC を結ぶ北東回路線の通勤列車の運行は終。 または、都市の交通局へと切り離すことに成功。マーク以外は、各交通局が列車を運行する路線と、公用地を購入し、コンレール自身は、貨物専業となり、通行料を支払うことにした。そうして、経営を回復したコンレールだったが、議会で相当な議論が重ねられた後、ロナルド・レーガン大統領の政権下で1986年10月21日に、 コンデールミニエーカ法、ザ・コンデールプライバタゼーション・アクトオブ1986が成立。翌1987年3月には、米国市場最大の株式公開が行われ、コンデールは、総額19億ドルで市場に売却された。コンデールの成功を受けて、コンデールと競合する2つの鉄道会社、CSX トランスポーテーションとノーフォークサザン、鉄道、NS が、 コンデールの買収合戦を開始した。しかし、1997年、CSX と NS は共同で、コンデールを買収し、資産を分け合うことで合意。米国週間通商委員会、ICC を引き継いだ、陸上運輸委員会、STB の承認を受け、1998年8月22日、NS は、コンデールの資産の58%と、約6000マイルの路線を、 CSX は42%の資産と約3600マイルの路線を取得した。それらの路線はコンデールの子会社として新たに設立された2つの LLC であるニューヨークセントラルライン NYC 旧ニューヨークセントラル鉄道の路線を引き継いでいるが、前述の通り新たに設立された LLC であるトッペンシルバニアライン PRR 旧ペンシルバニア鉄道の路線を引き継いでいるが、新たに設立された LLC に引き継がれ、CSX と NS にリースされることになった。伝統ある NYC と PRR のリポーティングマークは、コンデールが引き継いでいたが、路線と共にそれぞれの会社に引き継がれた。NS は CR のマークも取得した。これらの路線は1999年6月1日より、 両者による運営が開始された。ノースジャージー、サウスジャージーとフィラデルフィア、そしてデトロイトといった両鉄道にとって重要な3つの拠点はどちらかの鉄道が保有すると保有者に有利になりかねないため CSX と NS が共有する CSO が引き続き運営することになった。CSO は鉄道や輸送サービスが競争原理のない状態にならないよう注意するために 連邦法により作られたものである。そして四つ目の CS を管轄の拠点となったのが、以前ペンシルベニア州南西のマノンガヘーラ鉄道、エンゲだった部分である。ここはかつてエンゲ、ボルチモアオハイオ鉄道、B&O、ペンシルバニア鉄道、PRR、ピッツバーグエリーレイク鉄道、P&LE が共有していた場所であった。コンレールは、 ン芸を1993年に買収し、B&O、P&LE の継承者である CSX に乗り入れさせている。コンデール解体後はこれらの路線は NS が保有しているが、CSX の乗り入れの権利はそのまま続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。